極楽トンボは、吉本工業所属の山本慶一と82、スタイル所属の加藤浩二からなる日本のお笑いコンビ、略称、極楽。1989年にコンビ結成。2006年、山本が所属事務所から解雇されたことで、実質的に活動休止状態となっていたが、2016年11月20日付で、山本が同事務所へ復帰し、 明日ともにコンビとしての活動を再開した。2019年10月1日付で、加藤が吉本工業を離れ、個人事務所として同事務所とエージェント契約を締結したため、事実上メンバーの所属事務所が異なるコンビとなった。2021年3月31日をもって、吉本工業が加藤とのエージェント契約を終了することを発表、4月1日以降は、 山本は吉本へ残留するがコンビとしての活動は続ける。これによりかつて解雇されていた山本が事務所に残り、加藤が事務所を離れる形となった。加藤浩二山本慶一1989年2月に佐藤美作が主催する劇団東京ボードビルショーの研究所、東根塾の第四期生として二人が入団し出会う。同期の桜には道を含めた三人で、 コントライブ、ラ・ママ新人コント大会に出演。トリオ名を決める際に、山本は、ナマケモノブラザーズを考えていたが、加藤が、極楽トンボがかっこいいと提案し決定。松田優作の墓石の裏に刻まれていた、極楽トンボから由来。加藤は、旅をする二人というイメージで、このコンビ名を、考えており、旅番組がしたいと思っていました。 旅番組をやるためにつけたようなコンビ名ですとも発言している。その後二人はヤングサンデー市内の広告で吉本が東京進出にあたって新人を募集していることを知り学費体能などもあってか研究所を退団。桜庭はその後も劇団東京ボードビル賞に残留している。東京吉本の吉本バッタモンクラブの第一級オーディションに合格し、同年8月にデビュー。 コンビを組んだきっかけは山本が大の広島東洋カープファンであり、広島の名選手である山本浩二を敬愛していたがゆえに、加藤の名前が浩二であったことから運命を感じ、コンビ結成に至った。なお、加藤の本名は山本浩二と同じ浩二であり、山本の弟の名前は同音維持の浩二である。1990年、 新吾新助の危ない話で前説を担当。その後、深夜番組、新しい波に出演したのを機にナインティナイン、い子本田瑞穂、三浦康子らと共に、当時ディレクターの片岡アスカによって、飛ぶ薬のレギュラーに抜擢される。以後も片岡が担当した番組、めちゃモテたい,いや、めちゃイケてる。に出演。 1998年頃からコンビとしての人気が上昇し、次第に仕事が増えていった。2000年代以降は二人とも俳優業にも活動の幅を広げ、加藤は司会者としての仕事が増え、山本も社会人野球チーム、茨城ゴールデンゴールズに所属。個別で活動していくことが多くなっていった。2006年7月18日午後、山本が起こした陰口騒動を受け、 吉本工業が記者会見で山本の芸能活動停止を発表し、コンビとしての活動は停止となった。以降加藤はピン芸人として芸能活動を継続。山本は約8年半芸能活動を休止していた。事実上のコンビ解散、事実上の芸能会委員会と報道された上に、吉本工業側も極楽トンボ加藤工事としたが、 加藤は2006年7月21日放送の金曜ジャンク極楽トンボの吠え魂の最終回放送にて解散は自分と山本が決めること引退は山本が決めることと否定している山本の不祥事以降コンビで出演した番組の再放送や総集編等で山本が出演しているシーンは基本的に放送されず放送されても顔にぼかしなどの処理が施されていた しかし、コンビとしての活動停止後も、めちゃゆけの EPG では加藤に関しては、加藤浩二と表示されることもあるほか、ナインティナイン、山里亮太、小木やはぎら後輩芸人が、ラジオ番組等で、極楽トンボの加藤さんと発言しているように、他の芸人が加藤について言及する際には、コンビとしての加藤の名前を出していた。 当の加藤本人も2007年4月6日スタートの金曜ジャンクに加藤浩二の吠え魂において第2回放送から番組冒頭の挨拶で極楽トンボ、加藤浩二ですと名乗っていた。2015年1月19日、吉本との契約解除から8年半ぶりに山本が下北沢駅前劇場でお笑いライブを開催及び芸能界復帰を発表した。 チラシのタレント名は山本慶一ではなく、旧芸名の山本慶一都市。ライブ出演者欄には、極楽とんぼ山本慶一とコンビ名を記していた。同年の7月5日、加藤が出演したコントライブにて共演者の矢作県に、促され客席でライブを見ていた山本をステージに上げて、飛び入りで出演し、 2006年7月の山本の不祥事以来約9年ぶりの加藤と共演、コンビとしての極楽トンボが復活した。2016年7月30日、めちゃえけえ山本が約10年ぶりに出演した。番組内で加藤は不祥事を起こして世間に迷惑をかけたことや、メンバースタッフに正式な形で謝罪しなかったことを叱責し、コンビとして改めて関係者に謝罪。 直後に二人でリングを降り、視聴者に土下座で謝罪した。また、同年夏以降に極楽トンボとして全国で謝罪アンギャのライブをする考えを明かした。加藤は以前より、いつかコンビでお笑いライブを開催したいとコンビ活動について口にしており、山本のめちゃイケ出演が決まる前からライブの準備をしていたという。2016年11月20日付で、 吉本工業から契約を解消されていた山本が吉本クリエイティブエージェンシーに復帰した。これにより正式にコンビが復活となった。2017年2月19日に極楽とんぼの吠え魂の特番にて10年ぶりコンビとして出演。本当の最終回として17年2ヶ月の幕を閉じた。2017年3月4日から5日放送の 極楽トンボが24時間制放送に挑戦した、極楽トンボ、かける TV から24時間、アベマ TV 聖弱が5日か後国時、すべてのプログラムを終了した。アベマ TV の過去最高となる350万視聴を記録し、コンビとしての同局で、レギュラー番組も内定すると、加藤はこらえきれず、涙を浮かべた。他にも、ココリコロンドンブーツ一号二号、おぎやはぎ、 品川昭治、ワッキー、矢口まり、井出楽居、大原香織など50人以上の芸能人が参戦した。2018年1月2日放送の、めちゃいけにて山本に、レギュラー復帰と伝えられるも、後日の放送では、レギュラー復帰はないと伝えられる。ただそれ以前よりも高い頻度で、ゲスト出演となり、3月以降の放送では、クレジット上の表記が、加藤浩二の後ろに移動。 クレジット上はレギュラーに復帰した。最終回の放送では、最初から最後まで参加。正式メンバーとして、総監督の片岡明日香から、番組の卒業証書も受け取っている。名実ともに、めちゃいけが11年ぶりにコンビ揃って、地上派で、レギュラーになった。現在、月1回ルミネ座、吉本の本公演に出演中。主にコントであり、ネタは、 基本的に加藤が作っている。小道具などは多く持ち込まないため、漫才コントの形になることが多い。基本スタイルは加藤がツッコミで、山本がボケだが、ネタの途中でどちらかが納得いかないことがあると、切れ始め、もう一方も逆切れして結果どちらがボケなのか、ツッコミなのかがわからなくなってしまう。もしくは W ボケになることもある。 こういった芸風は男性には人気が高かったが、好き嫌いの好みが分かれるところ。番組では加藤がボケの役割になって暴走することが多く、山本や他の出演者が止めるスタイルが定番となっている。また加藤がボケて山本が突っ込んだり、二人ともボケたり、するのもしばしば。極楽とんぼとしての出演番組を記載、個別での出演番組は、 個人の項目を参照。配信番組レギュラー番組、ラジオテレビラジオ配信番組。ありがとうございます。